じゃーん。はい、ということで、こんにちは、アニアです。今日はね、カリスマのポップアップショップと、カリスマカフェの方にね、行ったので、それの、まあ、購入品というか、特典紹介というか、まあ、そういう感じですね。じゃあ、まずは、はい、こちらの、ドリンクとフードについてくるピックね。まず、これがね、もらいましたと。まあ、これでね、食べたもの、飲んだものがわかりますね。はい、で、それで、飲んだもの、食べたものの特典が、はい、ポストカードね。そう、ポストカードは、まず、リカイくんと、はい、テラくん、テラくんと、はい、ダブルテラです。テラくん、かけにと、はい、はい、フミヤさん、これめっちゃ好き。イエーイってピースしちゃってるフミヤさんがね、めちゃめちゃいい。で、次が、はい、ちょっと若干露出狂です、みたいな、バーンって感じの、天彦さんと後ろのモモンが。かわいい。はい、はい。はい、ということで、こんな感じで。これは、ポップアップショップとカフェにね、行った時の、まあ、ふみやさんの誕生日が近かったっていうので、まあ、これね、特典もらいましたと。やったね。最推しの特典2つももらっちゃったっていう感じで。これが、ドリンクフード合わせて5個か、5個、まあ、メニューでね、頼んだんですけど、いやねー、この、ふみやさんとあまひこは交換してもらいましたね。はい、って感じで、まあ、よかったーって感じですよね、ほんと。はい。でも、ポストカードはコンプしたいっていう思いがあるんですよね。で、カフェにもう一日当選してるんで、その時にね、コンプできたらいいなって思ってます。で、ポップアップで買ったものですね。まずさ、既存で売ってた商品があって、それでさ、マグネットあったんですよ。そうで、私これのフミヤさん持ってて、で、テラくんとか、アマヒコさんとか欲しいけど買ってなかったんですよ。でも、アマヒコさんがいてさ、あ、買おうと思って買いましたね。今夜はご指名ありがとうと。天童アマヒコですと、エクスタシーの3点セット。マグネットなんでね、ペタペタくっつけられます。はいはい、いいね。で、はい。まあ、アクスタは買えますよね。ってことで、まずは、フミヤさんのアクスタ、かわいいしさ、この枠もちゃんとかわいいのがめちゃめちゃいいよね。うさぎもいるし。めっちゃかわいい。かわいい。この、なんだろう、これ、なんていうの、フェレットもさ、服の中にちょこんっていてめちゃめちゃかわいいです。で、フミヤさんと、はーい、アマヒコさんもモンガを買いました。そう、前回のカリスマカフェの時に、テラくんとフミヤさんを買ったんですよ。なので今回はフミヤさんとアマヒコセットにしました。はーい。はいはいはい。そして、本命のチェキ風カードなんですけど、まあ、交換探すためにもう開封済みですね。ってことなんで、出していきますね。まず、はーい。はい、まず一つ目、フミヤさんです。そう、今回は、何パック買ったんだっけ？そう、最高の上限が20パックで、20パック分買いましたね。で、まず、フミヤさんです。いや、フミヤさんというか、私は、このカリスマワールド CD のジャケットのチェキなんですけど、これは。いや、ワールドの美女がめちゃめちゃ好きなんですよね。だからもう、今回、さ、これで商品になってくれてすごい嬉しい。で、はい、順番で出していくわ、もう。はい、リカイくんです。いや、カリスマ、いや、CD 出たじゃん。ジャンボリー出て、いろいろさ、曲も、まあみんな、ミュージックビデオとか見てるじゃん。やっぱ理解くんパートってめっちゃ歌いやすいと思って。はい、次が、はーい。はい、イオくんです。イオくんのさ、カリスマインダハウスめちゃめちゃおもろくない？あんな重たい矢を一人一人箱で紡いでるなんて、ぜひ参加したいです。不可解なくらいに、ふっかふかに付加価値のついた、ふっかいふかをふっかけてください。生涯奴隷確定、イエス、リフォン。ね、めちゃめちゃ面白くて好き。いや、早口言葉だよ、もはや。で、そして、次が、はーい、サルちゃんですね。いや、サルちゃんも、めちゃめちゃおもろいよね。かかってこい。フーが好きです、めっちゃ。めっちゃ、このサルちゃんの顔めちゃめちゃはしゃいでて超かわいい。で、次が、じゃーん、テラくんですね。いや、テラくんはね、さあ、おもてなししてちょうだい。いいから始まるのがもうさすがテラくんだよね。テラくんと、はいはい。はい。オセくん、オセくんはね、マジ人間クソ基地インザハウスがめちゃめちゃなんか可愛いよね。なんかいつもより元気だよね。なんか自分のことをまあクソ基地人間って言ってるのめちゃ可愛いですね。はいはいはい。はい、ってことで、ラストが、はーい。ラブメイキンハートミュージアムに WSA 僕インザハウスです。マジ一番最初さ、歌詞とか見ずに、曲を聴いたんですよ、私。イヤホンでね。で、ミュージックビデオの画面見てなかったから、マジ、ラブメイキングアートミュージアムにって、何それと思って。何ですかそれはってなっちゃったよね。ラブメイキングアートミュージアムは、自主開催する性の自己表現展です。もはや気になるレベル。行ってみたいわ、もはや。はい、ってことで。
まずワールドがね揃いましたと。お次がはーいってことで、こちらがジャンボリーの方ですね。オッケー。このイエーイって顔をしながら餅をかじってるフミヤがめちゃ陽気でフミヤさんで、次がはーい、はい、理解お兄さん理解お兄さんめっちゃフクロウと顔似てるんだけどいや理解お兄さんは個人的にね、てかもう私今回の曲でマジでカリスマインダハウスがめちゃめちゃ気に入ってるんですよ一度整列休め気をつけ番号を始め123歌いやすいマジで理解くん、はい、ってことで理解くんです。はい、次がはーい、はい、イオくんとカバンの中身を盗んでいるアライグマちゃんですねいや、イオくんの今回のアクスターリュックの分があってめちゃめちゃ大きいんですよ。でもそれが深くかかってさ、めちゃめちゃイオくんって感じがして、いや今回イオくんのアクスター買うか迷っちゃったよね。でも本当にアクスターカリスマは本当気抜いたら全員集めそうになっちゃうから我慢だよ地域で我慢します。はい、ってことね。サルちゃんで、サルちゃんとサルちゃんを並べるこの構図めちゃめちゃいいしマジで公認だよね、公式からのサルとサルはい、サルちゃんで、次がはーい、テラくんですね。やっぱテラくんっていうこの旗を鳥さんたち3匹に持たせてるのが超やばいテラーって書いてあるマジでテラくんのさ、カリスマインダハウスの広大で果てしない無限宇宙に美のパイオニアテラくんインダハウスもめちゃ面白い美のパイオニアって何になっちゃったもん、パイオニア検索ってやったもんねテラくんで、はい、次がはーい、アセくん。いや今回のカリスマのカフェ、ジャンボリーカフェのさ、メニューがあるじゃん。で、その中で一番食べたいなと思ったのが、マジで、大瀬くんのラーメンなんだよね。いや、今回食べたのは、ふみやさんのミネストレーネと、あまひこさんの、なんかアスパラガスの、なんか、なんだけど、すっごい、いや、ほんとラーメンとか大好きなんで、ラーメン食べたいと思ったけど、いや、さすがにちょっと推しのピックがね、欲しいってことで。いや、今度行ったら、ちょっと大瀬くん頼んじゃうかもしんない。いや、でも、テラくんのピザも食べないといけないし、まあ、私の胃袋にはね、余裕で入っちゃうと思うけどね。はい、で、ラストが、はーい。あまひこさーん。あまひこさん、いやこの表情もう完璧だよね。めちゃめちゃ好きなんだけど。ってことで全員揃ったんですよ。まあ、いや全員細かく言うと揃わなかったんですよね。揃わなかったんだけど、まあ交換を探して全員ゲッチューっていう感じです。でまあ20パックで、まああとちょっと足りないじゃんって思うじゃん。ってことで交換でいっぱいゲットしたふみやさんで、いおくん、てらくん、あまひこってことで、ワールドをねちょっとたくさん集めたいなってことで、ワールドを集めてました。はっはー。はい、という感じですね、今回は。今回そう、缶バッジはね、すっごい我慢しました。いや、今度またカフェに行くときに、カリスマのポップアップの方もね、予約空いてたので取れたんですよ。なのでね、それも、また行くんですけど、チェキをね、追加しよっかなって感じですね。いや、やっぱり、カード類の商品めっちゃ好きだわ、自分。ってことで、ご覧いただきありがとうございました。またねー。